どうも、哲学徒です。今回はですね、私のチャンネルで、発売直後からね、主にキャンペーンモード、そしてカオス理論モードのね、配信と、あとね、攻略動画の投稿を行ってきた、ジュラシックワールドエボリューション2について、まあ、コメント欄でね、結構、よく、いただく質問を中心に、お答えさせていただこうかなと思います。まず一番ね、多かった、ご質問というかお悩みが、パークがすぐに破産するという問題なんですけども、まあ、このゲームね、まあ、特にカオス理論モードをやられている方からの質問だと思うんですけども、まあ、パークが破産する理由って、まあ、まあ、いくつかあって、一つはですね、カオス理論モードは当初、約1億ドルかな、お金がある状態でゲームがスタートして、いろいろとね、こう、クエストの指示に従って、パークのね、開園準備をするんですけど、まあ、その間もね、時間がずっと経過していってしまうので、なんていうんですかね、パーク開園までの維持費が、多すぎて、パークの開園後の収支がずっとマイナスの状態が耐えきれないってことが起きてくるので、まずですね、まあ、始めるときは、とにかく、何もしてないときは、このゲームの時間を止めるっていうことを大事にしてほしいなと思います。パッドボタンを押して、一時停止っていうのをやってあげると。なので、あまりね、こう考えてる時間に時間経過していって、それでね、お金がどんどん減っていっちゃうとか起きますので、序盤はまず、時間をすぐ止めるってことを心がけてほしいなと思います。でですね、やっぱりその、まあ、このゲームやっぱり破産のリスク結構あるので、セーブをこまめに取ってほしいんですけども、まあ、ただですね、5分おきとかそういうすごい短いスパンで取ってしまうと、そこからの進行で、まあ、いろんな出来事が重なってね、破産へ向かってしまうと立て直すことできなくなっちゃって、結局そのセーブデータからだと積んじゃうってことが起きちゃうんで、まあ、基本的にはま、1時間単位ぐらい、で、新しいセーブをどんどん残していくってことをやってほしいなと思います。私もカオス理論モードやるとき、今かなりね、セーブデータ少なくなってますけど、まあ、一個ずつ取ってって、だいたい軌道に乗るまで10時間以上ね、やっぱり一つのパークでかかると思うので、星5を取るまでね、クリアするまでに10時間ぐらいかかると思うんで、まあ、10個ぐらいセーブデータ用意しといて、一つ前のセーブデータある、ないしは、二つ前のセーブデータぐらいから再開するってことが必要になるので、まあ、1時間おきぐらいに取っていく。あるいは、新しい恐竜の、囲いを作るとか、そういうと大きなね、変化を、するときは、必ず直前に1個セーブデータを新しく作っておくっていうのが大事かなと思います。一つだけね、セーブデータ残しておいて上書きしていくっていう方法だと、かなりの確率でね、危険な状態に陥っちゃうので、まあ、たくさんセーブを、作っておくっていうのを大事にしてほしいなと思います。で、パーク序盤のね、収支がプラスになってきた後、そこでね、安心しちゃうと、後でね、積みやすいポイントとしてはですね、結構ですね、パークの開園準備の時に渡される恐竜って、評価値が高いね、ティラノサウルスレックスとかね、そういう恐竜を渡してもらえるんですけど、まあ、ティラノサウルスレックスって、まあ、1体いるだけでね、アピール値、1200もね、上昇するっていう非常に、人気のね、恐竜なんですけど、恐竜がまあ、どの個体も寿命があって、その寿命を迎えてしまって、まあ、パークを大きくしていって、維持費も当然ね、増えていくんですけども、恐竜がいきなりその寿命を迎えて、どんどん死んでいくという状態になった時に、一気にね、この維持費の方がね、跳ね上がって、収入が激減し、収入が激減した状態で維持費が跳ね上がって倒産へ、進んでいっちゃうってことがあるので、なので、おすすめとしてはですね、とにかく研究で優先させてもらいたいものとして、化石の調査ですね。化石の調査で、とにかく化石の遺伝子をどんどん集めてほしいなっていうところですね。最初に、もらった恐竜の寿命が尽きる前に、とにかく化石を掘りに行くと。
で、おすすめとしては、このね、主にね、大型肉食恐竜、例えば、カタルノサウルスとかね、アピール値300あるので、まあ、それとね、あと理想個体数もね、2体以上なんで、数が変えるっていうところはいいかなと思うんですね。T-Rex って結構、気性が荒いので、まあ、カルノタウルスとか、あとね、ケラトサウルスあたりですね。ケラトサウルスもまあ、アピールポイント200ポイントあるんで、まあ、ケラトサウルスあたりを多頭買いしてあげる。今私これだと4体買ってるんですけど、800稼げるんでね。カルノタウルスとか、ケラトサウルス、ここら辺をね、まあ、早めに遺伝子マックスにしてあげて、まあ、T-Rexが死んじゃった時の、アピール値を、まあ、稼いであげると。で、もう一つ、まあ、おすすめなのとしては、大型草食恐竜ですね。ブラキオサウルスとか285とかね、上がるので、まあ、大型肉食恐竜、あるいは、ブラキオサウルスとか。あと、まあ、小型のね、あの肉食恐竜でも、結構、ラプトルとかね、多頭買いできる、種類でありながら、評価値高いので、ここら辺を、まず増やしてあげるのがいいかなと思います。小型草食恐竜は買いやすいんですけど、アピール値が今見ていただくと60とかね、結構低めなので、まあ、なるべく、大型肉食恐竜、大型草食恐竜あたりを、早めにね、買えるようにしておいて、収支をプラスにするっていうのが、大事かなと思います。で、まあ、破産するね、原因として結構研究員の雇用費っていう部分もあるんで、もしね、収支がマイナスの状態が続いちゃうようだったら、まあ、研究員たくさんね、増やしてる方なんかは、まあ、研究員を最低限の量、人数に減らしてあげるっていうのも大事かなと思います。まあ、とにかく、プラスの状態に持ち直させて、それでお金を貯めていくと。で、新しい恐竜を孵化させるってことが必要になるので、まあ、最初の恐竜のね、寿命ラッシュを、生き延びるってとこも結構大事になるかなと思います。で、あとですね、ジュラシックパークエボリューション1では、化石の売却っていうのができて、それでね、収支をプラスにしたりすることできたんですけども、まあ、本作でもね、一応、化石の売却って実はできるようになっていて、研究の、化石からの抽出ってあると思うんですけど、あ、今ちょうどちょっとないんですけど、化石掘った時に、恐竜のゲノムが入ってる化石と、あとね、それ以外の、ただの鉱石とかね、そういうもの、全部来ると思うんですけど、抽出スロットの中に、そういうね、換金しかできない化石とかを入れておくと、研究をするとね、それによってお金を、得ることができますので、まあ、基本的に掘ってきた化石を全部抽出すれば、売却していることになりますので、まあ、その方法で売却すると。ただね、即時売却みたいなことができないので、まあ、その抽出の時間と、あと抽出するためのコストっていうのはどうしても必要になっちゃうんで、マイナスの状態から化石を売るってことができないのが、ちょっとね、今作の難易度を上げているところかなと思います。で、あとですね、恐竜がよく死ぬとか、寿命が早いとかね、あと、病気になるっていう問題なんですけど、それに関してはね、ぜひね、おすすめのゲノム研究があって、例えばですね、ゲノム編集見てあげると、この健康のところのね、乾きに弱いとかマイナスの特性がある場合は、この部分をね、プラスにしてあげることで、乾きに強い特性とかね、増やせるので、まあ、とにかくね、マイナスの特性があったらマイナスの特性を、切ってあげると。で、これ退職とかのところもね、研究して減らしてあげると。でですね、寿命に関してはここのね、寿命の、亀の、青海亀のね、遺伝子を研究すると、長命っていうのにできるので、まあ、ここを上げてあげるのが結構おすすめかなと思います。この長命のね、可能性をすごく高くしてあげると、かなりね、寿命は伸びてくるので、いいかなと思います。で、あと病気になりやすいっていう問題は、この回復力を上げてあげることによって、増えていくので、もともとね、ゲノムが、病弱の特性を多く持ってる場合は、マイナスになってる部分をね、ゼロまで上げてあげるっていうのがい
いんじゃないかなと思います。で、結構ね、大型草食恐竜飼うときに、ネックになってくるのが、飼育エリアが大きくないと、飼育できないというところがあるんで、そういう場合はね、この検挙の特性を上げてあげたりすると、狭い場所でもね、うまく、脱走しないでね、暮らしてくれるんで、いいかなと思います。なので、ゲノム編集で、寿命が短いとか、まあ、病気になりやすい。特に、抑留系ですね。抑留はよくね、病気に、もともとの、ノーマルの状態だと結構病気になりやすいんで、そこら辺はね、ゲノム編集してあげた方がいいかなと思います。かなりね、元々の状態だとすぐ死んじゃう種類が多いので、そこら辺をね、なるべくこう、マイナスのとこを減らして、ポイントが余ったらこの寿命のとこに、突き込んであげることで、少しね、長めに生きてくれるので、ぜひね、そっちの方でやってみてほしいなぁと。思います。で、あとは、そうですね。そうだ、ショップの収益ですね。ショップがよく、マイナスに、収益がマイナスになってね、破産しちゃうというか、収益マイナスで、立て直せないっていうことがあると思うんですけど、まあ、基本的にショップは需要のね、需要を満たす形でやって、あんまりその競合店がいると、お客をね、取り合っちゃったりするので、まあ、基本ね、この、道のところに青印というか、需要のメーターあると思うんで、まあ、そこがね、赤のところをうまく覆うように配置してあげるというのが結構大事で、まあね、今この距離ですけど、ショップのショーだったらね、これで需要を満たせるので、それでやってあげると。でですね、ショップ経営で結構大事になるのが、この、構成のところですね。構成のところに内部モジュールっていうのを追加できるので、これをね、つけてあげるのが結構大事かなと思います。今、例えば、この緑の顧客ですね、が結構、需要が満たせてないんで、そういう場合は噴水を置いてあげるとかね、こういう形で、まあ、とにかく赤の部分がないように、内部モジュールで調整してあげるっていうのが結構、大事かなと思います。例えばこういう場合だったら、青を上げてくれるものに置き換えることでね、マイナスからプラスにすることができるんで、内部モジュールをいじって、構成を変えてあげると。いう感じですね。で、ショップに関しての、ショップの客層ってどうやって変わるのかっていうと、それを変えるためのアイテムが、この、こっちか。映画館とかね、こういう施設になるんですけども、ここら辺がね、ショップのね、アトラクションの種類によって、客層変わるんで、呼び寄せたい客層に合わせてね、こういったゲストアトラクションを追加してあげると。で、あとこういう、なんていうのかな、飼育エリアを見ると、まあ、その、一番上のね、アトラクション志向の人とかがね、増やせるのでいいんですけど、まあ、アドベンチャー志向っていうのかな、冒険志向の、人を増やしたい場合は、こういうね、パークツアーとかね、こういうような動きのあるね、ものを追加してあげると結構ね評価上げやすいかなと思いますので、まあ、ショップの経営の場合は内部モジュールをとにかくいじって収支をプラスにしていくと、であまり客が取り合わないような状態を作ってあげるっていうのが大事になります。で、まあ結局ショップのね収益率っていうのもなんていうのかな、お客さんが入ってる数によって変わっちゃうんで、恐竜の数が減ったりとかして、そもそもね、パークの動員数が減ったりすると、一時的にマイナスになっちゃうこともあるんで、パークのね、総アピール値っていうのかな、を高めてあげるっていうところも大事ですね。このパーク評価のところでアピール値の変化とかね、こういうのも見れるので、ここら辺をね、高めてあげると、まあ、そこまでね、マイナスにならなくなると思います。で、
まあ、ここら辺のね、表はよく見て、あ、アピール値が下がってるから、チケット売り上げが下がって、まあ、ゲストの数が減ってると。で、商業施設の売り上げが下がるってことがあるので、まあ、ここら辺の値の変化をよく見てあげて、それに合わせてね、ショップの数とかも考えてもらえたらなと思います。で、あとショップ以外のね、要素ですね。シェルターとかトイレですね。ここも結構顧客の満足度に影響してくるので、こういったところのカバー範囲も増やしてあげて、ほぼマックスの状態に保つってことが、大事になるかなと思います。で、最後にね、ジュラシックパークエボリューション1をやられてた方からの質問だと思うんですけど、恐竜や施設などの研究の進行って引き継げないのっていうことなんですけど、まあ、このゲームね、設計上なんていうのかな、その、研究要素のね、解放っていうのも含めてそのゲームにしちゃってるんで、基本的に、自分、この島で獲得した恐竜とか、研究とかは次の島に引き継げないような形になりますので、まあ、ちょっとそこ煩雑ではあるんですけどもね、1マップ1マップこう要素を解放していくような形になるかなと思います。なので、登場する恐竜もマップによってね、飼える恐竜飼えない恐竜とか出てくるので、まあ、例えばねこのマップだったらねモササウルスとか、飼うことができるんですけど、まあやっぱり結局ねマップによって、解放していかなきゃいけないっていうところの煩雑さはあるので、まあ、そこら辺はね、ちょっと、めんどくさいなと思うかもしれないんですけども、まあ、1マップ1マップ研究を進めていくっていう感じになります。はい。まあ、一応ね、一通り今までいただいた質問についてはお答えしてきたんですけども、まあ大体そのカオス理論モードの各島のね攻略情報なんかについてはすでに、投稿してますので、ぜひ概要欄のねジュラシックワールドエボリューション2攻略初心者向け動画っていう再生リストから、各要素を見ていただけたらなと思います。まあ基礎的な部分に関してはまあ、序盤の方の動画とかでね、結構詳しく解説しているものもありますので、まあ、ちょっと面倒ではありますけど、まあ、すべての動画を見ていくことで、一通りのテクニックとかそういうものが、覚えられるようになりますので、ぜひね、時間のある方は、一本目からね、順番に見ていただけるといいかなと思います。またね、いろんな、ご質問いただいたら、コメントとか、あるいはまたこういった回答動画の形でお答えさせていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。どうも、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。